Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.リスナーのあなたに参加していただく大喜利コーナー、少子が採点、略して焦点。紹介したものには少子さんが5段階で採点します。下から波1点、梅2点、竹3点、松4点、そして三階松は5点です。では今日のお題です。金サイトリスナー、かましのミスキャストさんからいただいたお題です。まず一言言いたい相手の名前を言ってください。水木さんが何の用をと言いますので、その相手に言いたいことを伝えてください。ではご紹介してまいりますよ。はい、こちらは長崎県のカルボンさんです。魚くんに言いたい。何の用を。話におひれをつけるな。ね、ギョギョつけてるかな。ギョギョ。はい、おひれね。ね、うんうん、はい、じゃあ竹を差し上げておきます。はい、続きまして京都市すりみさんです。竹中平蔵に言いたい。何の用？さぞ今は幸せなんでしょうな。まあね、竹中平蔵さんいろいろね。まあこの国を変えてった、まああるいは自分に有利なようにとも言われておりますが、そうですね、どうなんですかね、経済学者として、どうなんでしょう。はい、竹差し上げましょう。続きまして福津市ののりぴよさんです。キャリーパミュパミュに言いたい。何の用。もうキャリパーで勘弁してください。本当だよね。そうですよ、キャリパーで許してほしいよね。だいたいこう短縮することが多いじゃないですか ね、うん、ね、最近ね、はい、じゃあこれも竹を差し上げておきましょう。はい、続きまして田中瑞希は俺のものさんです。はい、少子さんに言いたい。何の用。早く真打ち昇進させて。現在81点。あ、81点。頑張ってください。ね、まあ、頑張ってくださいよ。100点まではもうちょっとありますのでね。はい。はい、じゃあ今日、梅差し上げときますので。小刻みですね。小刻みで。はい。頑張ってくださいね。応援してますよ。はい、続きまして、カスヤ君のマロングラッセさん、2つあります。二宮金次郎に言いたい。何の用。本は座って読みましょう。こけちゃうよって。そうですね。歩きスマホと一緒だからね。はい、もう一つあります。少子さんと水木さんに言いたい。何の用。好き。なんかストレートに。そんなストレートに言われたら。ちょっとなんか、ね、ドキッとした。どうするよ。それなんか、梅とか言いにくいじゃん。そうですね。すぐいいぐいじゃん。少子さんどうするかな。はい、じゃあ梅。言ってるし。いや、言いにくいっつうだけで。言わないと言ってねえじゃん。言いにくいけどちゃんと言う。はい、言いますよ。いいね、言わないと言ってない。ああ、ね。はい、あ、初投稿ですよ、こちらね。はい、西区のに、ラジオネームの西木の諦めたさんです。立川少子独演会チケットを買いに来た田中瑞希さんに言いたい。何の用。悪いな、8億人待ちなんだよ。AC ですね。8億人待ってない。それはもう困ってる方々ですからね。そうですけど、そっちを優先しなきゃいけないですね。はい、こちらじゃあ竹差し上げて、初投稿ありがとうございます、はい、ありがとうございます。来週からの投稿よろしくお願いします、ね。はい、続きましてはこちらも初投稿ですね。田川郡の、アイマイミーさんですね。エンマ大王に言いたい。何の用。安倍元総理はどちらにおられますか。さあ、どこにおられるんでしょうかね。ねえ、それはよくわかりませんが、はい、初投稿ということですので、はい、読ませていただきました竹を差し上げます、はい、今リアクションにそうね、僕も初投稿で読みましたから、ね、
いやいやいや、はいはい、あの鋭い、鋭いのか、まあ微妙なところなのか、ね、はい、いろんな考え方の方がいらっしゃるということでね、はい、うんうんうん、多様性の時代でございますからね、はい、亡くなった方はでもね、やはり亡くなった方として、成仏していただきたいと、いうことで、はい、スオーナダコーストさんは、はい、です、はい、週刊誌に出てくる皇室関係者に言いたい。何の用？本当にいるんですか？確かにね、週刊誌関係者によるとって、どの関係者なんだよ、うんうんうん、特に皇室関係でね、そうですね、いるんですか、合格言うとかでしょうか、はい、だけ差し上げましょう。いや、その分かんないからね。そうですね、うん、続きまして、こちらは、石器の友半さんです。松でタオルをたくさんもらっている常連の名人に言いたい。何の用？そんなにいっぱいいらんやろ、一枚くれ。自分で取ってください。あなたも名人なんですから。そうですね。松を取れば、うん、でタオルなんですから。はい、ね。ぜひ正攻法で。正攻法でお願いしたいです。お願いします。竹差し上げます。ね。お願いしますよ、頑張ってね。はい。はい、続きまして、こちらは、文字のロッキーさんです。大谷選手に言いたい。何の用？ちょっと、2000万円ほど分けてくんないかな。老後の資金にするからさ。ねえ、2000万円。いや、2000万って言ってたけど、うん、足りる？こんなさ、物価が上がってさ。年金が下がってってとか、あるいは受給のね、あれが先延ばしになったりとかしてさ、はい、贅沢しなくったってちょっと不安ですよね。どうなんでしょうかね、もう一つありますね、はい、岸田総理に言いたい。何の用？いい加減ちった国民のために仕事せんね。言いたくなるね、国民はね、本当にどっち向いて政治してるんですかと言いたくなりますよね。本当就任した時のね、はい、聞く耳を持つとか、うん、岸田ノートはどこに行ったの、岸田ノートは あそこに行って何書いてんの、岸田ノート、バイデンに褒められる法とかそんな書いてんのかね。岸田ノート見てみたいよね、はい、竹差し上げましょう。はい、続きまして、北九州のアーシャンさんです。はい、大谷翔平に言いたい。何の用？二刀流だそうだけど、女はいいけど男はダメって。あのねいいですか、大谷翔平選手に今二刀流でそんなことを言う人あなただけです。その勇気、二刀流という言葉の意味がそう取れる人は今アーシャンさんだけです。でもよく言った。いや、よく言った。確かに二刀流ってのはそういう意味もあるからね。そうですね、それはもう広辞苑引けば出てると思いますからね、うんうん、はい、ということでよく言ったアーシャン。竹を差し上げましょうね、はい、はい、俺もよく読んだ。ですよ、びっくりした。中国のコツコツさんです。上田日銀総裁に言いたい。何の用？僕の預金にも介入して。増えるように。一晩で3兆円入ってたら驚くよね。3兆円通帳読め、1億1000万って。もう絶対もうずっと人形さんがずっと下に行って一冊終わっちゃう。日銀って書いてある。日銀って書いてあるか、上田って書いてある。ひょっとしたら神田かもしれないね。ですかね、神田さんが入れて振り込んだから。いやー、いいね、もううちにも介入してほしいわっていう方ばっかりでしょ。僕の預金に介入して。いいですね、なんかリズムも語感もいい、ね、もう一つありますね、はい。福岡県出身の大物女優に言いたい。何の用？吉田用。だらね。だらね。いやー、でも、面白かった、ね、でももうなんかスカッとした感じ。いやいや、何の用？吉田用。吉田用。
か吉本新喜劇みたいな感じですけど、ずっこけるタイミングでしたね、はい、いや僕の預金に介入してもいいですね。いやーセンスがいい、ね、松差し上げますよ。はい、はい、続きまして、愛知県のハローさんは2つあります。あ、3つあります。あ、東京ディズニーランドでミッキーに抱きついている女の子に言いたい。何の用？中の人おじさんだよ。いやいやいや、言っちゃ、中の人は いないし、中の人いない。しかも多分あの大きさは女の子だと僕は思ってるんだけど、いや中の人はいないけど、ね、中の人はいない。いるとしたらね、女の子じゃないかなと思うんだけどね。いない。はい、いないですよ。はい、あと2つありますね、はい。我が家の屋根裏にいるネズミに言いたい。何の用？家賃払わないならアイエーゼンさんに依頼するよ。ネズミだけじゃなくて、ちゃんと聞いてた、ありがとう。愛知県の方です。すいません、アイエーゼンさん、愛知県にもちゃんと広がってますよ、ね。いやいや、これは立川少子金サイトにご出向いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、もうね、はい、イタチもネズミもアライグマも何でもお任せください、はい、はい、もう一つハローさんです。おっぱいバレーに出演した綾瀬はるかに言いたい。何の用？どうしておっぱい見せてくれないの？いやいやいや、確かにあの映画で綾瀬はるかが出るって時に、うん、なんかおっぱいが出るのかなって思った人は多かったと思う。そういう妄想をね、うん、確かにそれあったね。人もいるでしょう、はい、けど、これを松を全部で申し上げておきましょう。はい、松4点です。アイエーゼンさん、ありがとうございます。さて、ここで今日のお題をおさらいしておきましょう、はい。キーサイトリスナー釜石のミスキャストさんからいただいたお題です。まず一言言いたい相手の名前を言ってください。水木さんが何の用と言いますので、その相手に言いたいことを伝えてください。これが今日のお題です。はい、はい、ではご紹介してまいりましょうね、こちら南区の南のしんちゃんさんです。二つありますね、はい。渋沢栄一に言いたい。何の用？埼玉県深谷市に転勤希望、中津一万円札せんべい。あの中津の福沢諭吉先生のね、あのお札になって、うん、それはせんべいになってる。うん、先週僕僕お土産いただいて、ね、あのスタジオに持ってきましたけどね。そう、ありがとうございました。はい、いえいえ、この渋沢栄一せんべいができるのね、そうなんでしょうね。そうですね。はい、もう一つあります。数十万機もある超大型霊園に言いたい。何の用？あっちこっちやっと探し当てた父母、見上げた空は夕焼けだった。あ、たくさんありすぎて、ここじゃない、いや確かこっち、あ、いやいや、ここやろ、え、あ、違う違う、隣確か山だけやなかったとか言いながら探して探して、まあ、それでもね、亡きお父さんお母さん喜んでいらっしゃいますからね。はい、じゃあ竹を差し上げましょうね、はい。続きましてです、こちらは筑後市の出がらし文次郎さんです。毎年どんたくに行っていたけど今日行けなくなったおじさんに言いたい。何の用？あんた雨男だよ。おじさんが、おじさんが行かなくなったら晴れてる、どんたくなのに晴れてる。雨男なんだ。行かない方がいいね、おじさんね。あんた雨男なんだ。竹差し上げていきましょう、はい。続きまして神奈川県のよっきゅんさんです。少子さんが笑点新メンバーの立川晴之助さんに言いたい。何の用？笑点メンバーになりたいんだけど、いつ卒業するの？何を言ってるんですか。後輩のね、そういう、あの、出世を、これはもう喜ぶしかないでしょ。ですよね。そう。ね。うんうん、あの、晴之助じゃなくて、好楽師匠いつ卒業するんだろう。そこを狙って。ね、立川に二人入ってもいいじゃないか。
ですよ ね, ね、はい、じゃあこれは竹を差し上げておきましょう。はい、続きまして熊本県服部義雄さんです。2つあります。晴之助くんに言いたい。何の用？俺の番だったんだぞってだからですね、別にいいんですよねはい、もう一つあります。長浜の局に言いたい。何の用？木曜日空いてますやめてやめて、そういうの。僕は桃地一筋、はい、ありがとうございます。はい、もうこの金サイト一筋でございますから。本当ですよね。本当ですよね大丈夫ですよ本当しかも熊本県の服部義雄さんがねえ、詳しいからこれラジオ事情。全局制覇とか狙ってませんね、はい、大丈夫です、はい、桃地をね、晴之助くんも狙ってないし長浜も狙ってない、はい、謙虚に、立川少子金サイトコツコツとやらせていただこうと思っております、ねはい、欲張らない欲張らない竹を差し上げます。ギャラクシー賞も奨励賞ぐらいがちょうど大賞とかそんな奨励賞ぐらいが奨励賞でもありがたい、はい、ありがたいです。はい、ということで続きましていきましょう。はい、勝負パンツはブリーフさんは愛知県の方です。こちらは3つあります。はい、娘に言いたい。何の用？大谷翔平が結婚してしまったのは残念だが、まだ前澤友作という大金持ちがいるじゃないか。そうか。何このお父さん。ダメよ、娘をそういう風に考えて、ねえ。お金じゃないんですよ。売り物じゃないんだからね。ダメですよ。はい、あと2つあります。はい、女好きの寿司屋の大将に言いたい。何の用？女性客の手ばかり握ってないで、寿司握れ、寿司。いやいやいや、握るものが違う。お客さん。いや、僕の手あれ、酢飯でなかなかあれだからね、君の手にもね、とか言ったりなんかして。そんな寿司屋いたら大変だよ。ねえ、ほんと、それちょっと、女性だって、躊躇しちゃう。もう一つあります。年中閉店セールをやってるお店にいたい。何の用？早く閉店しろ。そうね。ずっとしない。ね、あれはもう閉店セールというセールを。そうですね。ずっと続けてるわけ。本当閉店って言われるとね。ねえ、なんかそれまで行ってなくても。そうもね。急に。特にあの初めて行った土地で、あ、閉店セールだと思ったら行っちゃうよね。ね、はい、じゃあこれは竹を差し上げておきましょう。はい。はい、続きまして、ブラック坂48さんも2つあります。立川少子師匠に言いたい。何の用？ギャラで仕事を選ばずに金サイトメインで出演お願いします。やってるじゃないか俺はねえギャラで選んでないよあれなんか1回ギャラでお休み、2回お休みでしたけどねそれはギャラじゃない、まあギャラじゃなくてそれは本落語の仕事で、しかもラジオのまあ何百倍っていうそりゃそっち行きますねそりゃそうでしょう、ね、数倍っつならともかく、本当1年働いてもっていうぐらいのいやだったらそれ行くでしょ、ね、申し訳ございません。はい、もう一つあります。オスナ投手に言いたい。何の用？オスナよ、オスナよ、絶対にオスナよダチョウクラブさんになってるね、押すなよ、ぜひ押すな投手には、はい、マウンドでクルリンパってやってほしいね。そうです ね、ポーズを、ね、多少打たれたところでもクルリンパぐらいのことやっといて、そしたらもう笑いに変えて、そう笑いに変えてね、みんな次があるさって思ってくれます。そうそう、ね、でも去年がすごかったんだ、ね、そうですよね、はいはい、頑張っていただきたいと思います。あ、ちなみにブラック坂48さんは、はい、300点達成の際には盛大にファンファーレお願いします。盛大なファンファーレ、特別バージョンね、300点もちろん、お届けしますよ、うん、はい、じゃあこれも竹を差し上げておきましょうね。はい、はい、続いていきましょう。あ、今度はね、いっぱいありますよ。福岡市南区特許管理人さん、ちょっとこれきっとね得意ネタだったんだろうね、123、うん、
4、5、5、5個一つ連チャンでいきますよ。はい。免許返納しろという息子に言いたい。何の用？俺より先にひいじいちゃんに言え。まだひいじいちゃん。ひいじいちゃん。ひいじいちゃんに言えな。ひいじいちゃんも持ってますか。そりゃそうだよ。はい。いきますよ、どんどん。露天風呂に使っている観光客に言いたい。何の用？そこ、足湯なんですけど。うわよく疲れたね、そこにね。はい。いきます。あと3つ。朝食は、オートミールだとか最近、こじゃれたもの食べてる夫に言いたい。何の用？それ、猫の餌。最近猫の餌も美味しかったりして。オートミールが何だか分かってない。ね、むしろ猫を見ながらオートミール食いよる場合猫もオートミール食いよる場合みたいなことでね、あと2つあります。あ、おかしい。桜の木を切ったジョージ・ワシントンに言いたい。何の用？中古車販売店からスカウトが来てるよ。ねえ、もう経営変わるからね、うん、ね、もう名前も新しく、ね、そうですよ、だって、はい、じゃあもう一つ最後ですね、いきましょう。邪馬台国の卑弥呼に言いたい。何の用？現住所のご記入お願いします。これはわからないままのがロマンがあっていいんです。いやでも卑弥呼が福岡県って書いたらもうそしたらもう邪馬台国は福岡、九州説ですわ。九州説、これひょっとして大阪府とか奈良県とか書いたらね、機内説っていうことになるわけ、ね、そうですね、ぜひ府って書いてください。まずね、いいね、卑弥呼に現住所をお気にお願いします。そう来たかっていう ね、 いいね、面白いですね。これはね、ちょっと松差し上げておきます。はい、松やっていいです。はい、はい、続いて、こちらは八女市の伊佐さんです。同い年の歌手橋幸夫さんに言いたい。何の用？10代からの熱烈ファンだった我が妻幸子は、潔い引退会見に感動していたのに、活動再開にがっくり。そうだね。引退して、二代目橋幸夫を作ったにもかかわらず。ね、やっぱり。なんか、声がもうちょっとって言ってたのに、一年こうやってる間に、最後のお別れコンサートやってる間に、声が出るようになっちゃったらしいね。ねえ、だったらずっと。じゃあ続けようってことになったって。うん、やっぱりでも継続って。ねえ、やっぱでもさ、引退ってのは難しいんじゃないのかな。まあ、こう、実際歌って声が出て、あるいはお客さんに、ファンに、まだ歌ってって言われたら。ねえ、いや、それはもう歌ってほしい。あとあれだよね、夢グループの社長が絡んでるよね、これね、絶対ね。CM 出てるもんね。そうか。知ってる？なんか、聞こ、なんか、スピーカーで、テレビが聞こえやすくなるのとか言って。ああ、そういうつながりが出てるよ。はい。ということで、もうね、シャッチョン、本当に。俺も使って、シャッチョン。はい。もうね、それでずっと歌い続けて、はい、いただきたいところですよ。差し上げましょう。はい、まだいきますよ。はい。こちらは愛知県の、綱渡り哲也さんです。水野真紀、水野美紀、酒井真紀、酒井美紀に言いたい。何の用？ややこしいから名前変えて。確かにね、ややこしい、ね。そうですね。あ、そうだね。ああ、誰だっけと思うもんね。うん、はい、竹差し上げましょうね。はい、現在13点のひでちゃんさんです。はい。体幹と、体の幹ね、はい。体幹と筋肉に言いたい。何の用？転ぶ前に耐えろ。実はです。先日横断歩道の真ん中で見事にこけました。あら、何にもつまずくものはなかったはずなのに、おかしいな。同い年の師匠気をつけてくださいって、ひでちゃんさんね。あ、いや、気をつけてくださいよ。本当、つまずく何もないのに転んでしまう、怖いですよね。はい、竹を差し上げましょう。はい、まだ読める限りいきます。ラジオネーム、はい、ハピーママさん、東区の方です。地中のプレートに言いたい。何の用？ちょっと今年揺れすぎじゃね？ですね。確かにね、揺れすぎだよね。ちょっと不気味ですよね。はい。はい、もう一つ。岸田総理に言いたい。
何の用？首相税って取っていい？首相から税金は。はい。ね。そうですね。やめるかもね。わかりやす。べらぼうな税金取ったらね。はい。そんな責任感も何もない。竹差し上げましょう。福岡市東区は、高ブー2024さんです。井上直也に一言言いたい。何の用？健闘を祈る。健闘。ああ、そうね。はい。強いですからね。じゃあこれも竹を差し上げましょう。ギリギリここまでいきますか。はい。こちらは、博多区雑誌のプーさんです。藤本前ソフトバンク監督に言いたい。何の用？藤本さんが撒いてくれた種がようやく今年咲き始めました。そうね。もちろん国語監督の力もあるでしょうが、藤本監督がずっとね、育ててきた選手もいますから。そうですよね。はい。これも竹を差し上げましょう。ということで、今週もたくさんありがとうございました。ありがとうございました。また全部ご紹介できなくて申し訳ありません。はい。はい。そうですね、たくさんまだ。本もあるんですよ。ごめんなさいね。はい。ではここで来週のお題を、発表いたしましょう。はい。来週のお題はこちらです。円安で、外国人観光客にとって日本は買い物天国です。そこで皆さんは外国人観光客になって、どこそこで〇〇を買いましたと言ってください。水木さんが、よかったですね。というので、さらに一言お願いします。例えば、こんな感じで考えてみてください。やめて、玉露買いました。よかったですね。でも、値段高くて、やめちゃいました。やめちゃいました。はい。はい、もう一つ。はい。北海道で土地いっぱい買えたあるよ。よかったですね。北の大地、いずれ中国あるね。危ない、危ない。危ない。買わないで。ね、そうです。買えないようにしないと、法律をね。そうですね。はい、変えなきゃいけません。はい。外国人観光客になって、考えてみてください。これ結構ダジャレでもね、いっぱいでいろんなお土産を思いついて、そこからダジャレ持っていくと作れやすいんじゃないのかなと思います。投稿お待ちしてますよ。投稿の方もぜひチャレンジしてみてください。はい、メール、ファックス、キンサイトの X、LINE の公式アカウントでお待ちしています。メールは kin@rkbr.jp、ファックスは 092-844-8844。SNS の場合は漢字で kin、カタカナでサイトと検索してください。たくさんの投稿お待ちしています。リンクの貝月らなと大空莉子です。RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローお願いします。ポッドキャストもリンクリック。